選手っていうか、そのぐらいの貫禄がありましたよ。
やっててよかったなと思いますね。グラウンドに入っていくときになんかこう涙が出てくるとかね。かっこいいですよね、クールなところが。
コーナーキック、あとはレフリーの時計だけ、ロードコーナーです。センタリング要注意、さあディフェンスに入る、さあまた入った入った、同点同点になりました。なんと同点に追いついた。先輩にやっつけられた印象はありますよね。まあ、ただ本当の世界のレベルというのはこういう相手だっていうのがそこでこう感じれたっていうのは大きかったですね。
まだまだこれがただスタート地点だと思ってますし、これからもっともっと磨きをかけていきたいと思いますけど、はい、先は長いですし、もっともっと強い相手とやらなきゃいけないし、どんどん呼び捨てで、井原どうしろああしろっていうようなことはもう普通の練習からでも、こいつらすごいなって逆に物おじしないですし、遠慮というものはあまりないですから、
勝ちに行かなきゃダメだと思うんで。簡単にゴールで入るのかなというふうには思いました。日本の思いっていうものをそのままつなぎ止めてくれたゴールだったのかなというふうには思いました。入った瞬間にもう鳥肌が立つ思いで、こう勝手に涙腺が開きそうな、そういうぐらいの身震いするような雰囲気の中で入っていったな。